自民党岸信を国民に詫び議員辞職願いを提出3日に自民党の岸前防衛大臣が衆議院議長宛に議員辞職願いを提出しコメントを発表しました簡単にご紹介いたしますと本日、衆議院議長宛に辞職願いを提出いたしましたかねており仕事の合間を縫い治療に努めてまいりましたが昨今、病状が急速に悪化したことに伴い 地域の代弁者たる国会議員の職務を全うすることが難しくなりました平成16年の初当選以来日本国のため山口県のために働いてまいりましたが任期を残し職を辞する形となりましたことを国民の皆様にお詫び申し上げますまた長年お支えいただいたすべての皆様に心より感謝申し上げますなどと コメントされておられますが、岸前防衛大臣、お疲れ様でした。ゆっくりと療養なさってください。病気と戦いながら、国民のために働いていただき、ありがとうございました。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。